フガ中継です。今日行ってくれるのはブルーウェーブのお二人です。では呼んでみましょう。ブルーウェーブの住川さん、4番サード西澤さん。はい、どうもブルーウェーブです。お願いします。僕たちはですね、西宮市にあります甲子園学院の方に来ているんですが、西澤さん、すごいね、練習の音が聞こえるんですが、これ何部だと思いますか？市内で防具を叩いてる音は分かるんですけど、はい、何部かが分かんない。絶対分かんないやろ。絶対剣道部やろ。さあ、西田さんの大喜利がパシッと決まったところでですね、理事長見てるから。いや、そんなんいいのよ。理事長見てるから。剣道部の方を紹介したいと思います。早速見ていきましょう。行きましょう、はい、すごいよ、今日は。あ、こちら練習しております。こちら甲子園学院の剣道部はですね、今年でなんと42年目を迎える歴史ある部で、近畿大会の優勝杯で強豪校でございまして、すごいですよ。じゃあ早速、じゃあ皆さん話聞いてみましょうか。あ、行きましょう。皆さん練習中ですが、皆さん一度集合の方お願いします。ごめんなさい、練習中にありがとうございます。 ありがとうございます。よろしくお願いします。すごい迫力ある練習でしたね。はい、剣道部です。よろしくお願いします。ということで、キャプテンと副キャプテンの話を聞いてみたいと思います。はい、じゃあ三つ、よろしくお願いします。お願いします。三つ葉さん、なんか甲子園学院はなんか剣道部かなり強豪校って聞いてるんですけど、最近の成績を教えていただいてもいいですか？県大会では団体で準優勝し、はい、すごい。7月の13日と14日に行われる近畿大会への出場を勝ち取ることができました。はいはい、いや、おめでとうございます。いや、これ個人ではどうだったんですか？個人では、はい、出場が6人で、はいはい、全員がベスト8入りを果たして。いや、すごい、おめでとうございます。みんなライバルやん。いや、確かにね。すごい。じゃあ、ちなみにそのチャンピオンは？はい、私です。優勝した人いるんですか？はい、おめでとうございます。優勝した時どんな気持ちでしたか？団体でやっぱり悔しい思いをしたので、はい、個人でその絶対優勝して先生たちをインターハイに連れていくという気持ちで試合に臨みました。素晴らしい。実はですね、優勝だけじゃなくて準優勝の方もいらっしゃるということで、誰、準優勝の方はどちらでしょうか？どうでした大会は？団体戦も個人戦も2位で終わってしまったので、次の近畿大会に向けてしっかりやっていこうと思います。なるほど。いや、また頑張ってください。本当ね、じゃあ、この部活が強いって聞いてますけど、はい、なぜ強いか教えていただいてもいいですか、秘訣の方を。あら、何これ。あら、教えてもらっていい、こちら。強さの秘訣、一つ目は、はい、稽古の中から試合を想定して一本につながる打ちをすることです。常に意識して、はい、なるほど。そして、そして二つ目は、日頃から支えてくださる方への感謝の気持ちを忘れないことです。あ、なるほど。俺らが一番忘れてるやつね。そんなことないよ。俺ら忘れてないよ。言わんでいいね、そんなこと。じゃ、最後、じゃ教えていただいて、食と俺。3つ目は、体作りのためにご飯をいっぱい食べることです。なるほど。いや、素晴らしい。いろいろ秘訣があるということで、後半はさらに剣道部の強さにね、どんどん迫っていきたいと思いますので、皆さん、後半もお楽しみに。バイバイ。ここからは部活中継です。今日紹介するのは西宮市の甲子園学院中学高校の剣道部です。まあ、この甲子園学院の高校というのは女子校、女子中になるんですね。まあ、創立が1941年ということなんですが、甲子園高等女学校の創設から現在に至るということなんです。では呼んでみましょう。ブルーウェーブの住川さん、4番サード西澤さん。はい、どうも、ブルーウェーブです。さあ、10日後にはですね、団体で近畿大学へね、近畿大学じゃねえ、近畿ちゃんとしろ。もう市内でお前行かれるんで、そんな安心、こっから噛まないんでね、行かれてくれよ。団体で近畿大会に出場が決まっております。甲子園学院のね、剣道部の皆さんを紹介していきたいと思います。はい、ということで、はいはいはい、早速ね、後ろ、基礎的な練習らしいんですよ、こちら。ああ、そうですか。これってどういった練習なのか、また前半もね、行きました三つ葉さんに聞いてみたいと思います。三つ葉さん、三つ葉さん、よろしくお願いします。あれ前半の三つ葉さんと別の三つ葉さんですか？実は前半で登場しましたキャプテンの三つ葉さんの妹さんでございます。すごい。彼女も県大会ベスト8入りを果たした実力者なんでございます。すごい。だからお姉ちゃんと一緒の部活っていうのはなんかどうなんですか？確かに確かに、やっぱり負けたくない気持ちはあるんですけど。なるほど、すごい。一番近くで見て目標にして頑張れてます。なるほど。家でもこうやって話とかもするんですか？結構します。なるほど。仲はいいですか？はい、あれ、いや、仲いいのもちろん。さあ、で、三つ葉さん、気になったらこちらで
どういった練習なんですかこちら、はい、これは足さばきといって、はいはい、足の引き付けを早くすること と, と試合中に足を止めないことを、はい、意識して行っている稽古です。なるほど。剣道って言ったら市内をなんか大きく振りかざすイメージなんですけど、足元のブレイクも大事なんですか。はい、足の引き付けを速くすることで、はいはい、強く速い打ちが打つを打つことができるようになるので、試合での勝敗を分ける大きなポイントとなります。そうなんや、なるほどね。でもなんかこんなにずっとねすり足してたら、うん、普段もなんかすり足で歩いてまう。そんなわけないやろ。え、そんなわけないでしょ。体育の授業とかで結構バレーボールとかするんですけど、うん、その時とかに足前出して本当にだそれ。すごいよこれ。だ靴下も多分破れまくり。確かに練習がすごいからね。ニュージョンさんありがとうございました。ありがとうございます。いや参考になりましたね。次はどの三つ葉さんいきますか。いや三つ葉さんはね、二名様ありがとうございますよ、はい、さあ剣道というのでね、フルイメージじゃないですか、はい、この練習があちらでありますんで行ってみましょう、僕らが今日結構噛みかけてますが、噛んではないんで安心してくださいね。ダメなんだよ、アウトでアウト。あら、これ何ですか一体これは。これは体打ちといって、はい、次第はしっかりと握って、打突力をしっかり相手の顔の中心まで打ち込むことがポイントです。体を叩いてというか体打ち、実際に見せていただいてもいいですか、はい、ちなみに白川さん、他の人に負けないというポイントはありますか。スピードとパワー負けないです。スピードとパワー見せていただいてもいいですか。はい、いや楽しみや。準備ができ、縦に行くんだ。なるほど、こっち側を。あ、横じゃないんだ。お願いします。あ、すごい。あ、おあら、ありがとうございます。あら、いい音。迫力あるよこれね。それはなんか誰かのなんか顔を。そんなんで体でもまさかこんな目に遭うと思ってなかったでしょうねこれね。すごい。いや、でも体でも力強く打つと結構難しいんですよね。はい、手首のスナップを効かして打つのがポイントです。あ、スナップが大事なんや、はい、さあということでね、これ西澤さんに挑戦していただくんですけど、ね、部活中継、はい、西澤さんの挑戦毎回成功してません。今回も頼むよ、本当に。そんなん言うやったらね、俺はもう挑戦しないです。うわ、ひどい。え、しないだけでしないってこと。おもんな。お笑い初日なんですこの人。僕らは笑い許してください。まだ初日なんでお笑いが。カンペです。カンペなわけないやろ。カンペのせいにすんな。頼むよ本当に。いきます。滑った自分だと思って。滑った俺かい。ガクトさん、とんでもないこと言いました。このタイヤをガクトさんとイメージしてる。さあ来い。さあ来い。お願いします。さあ来い。やだなや。はい。ありがとうございます。白川さんどうこれ。もうやめろ。もうやめろ。もうやめろ。ガクトさん、こういうこんなん言ってますけど、毎回放送を見返してガクトさんが笑ってるとこ見てよしって言ってますから。大好きで。大好きなんだ。じゃあ今日の放送も楽しみにしときどうでした。どうですか。良かったと思います。笑ってた。よかった。よかった。はい。本気すごいけど。よかった。白川さんもかっこよかったよね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、こちらいろいろ紹介させていただいたんですけど、はい、足のすり足の練習とか、これ打つ練習、これ合わさった練習を固定面って言うんですよ。固定面、固定面という技を何回見せていただきたいと思います。皆さん、うん、準備ができましたら、じゃあお願いします。うん、いや、すごいよ、いや、すごい。ありがとうございます。迫力がすごい、やっぱりね。ちょっと恐ろしい。やっぱり足さばきも重要なら打ち込みも重要だ。剣道ってやっぱり全身を使う競技なんですよこちらね。あ、なんか分かったような口。思った。俺も思ったよ。本当に。さあ、ということで、そうですよね。西田さんどうでした？見てみて。いやいや、もう隙がないし。いや、そうね。どうやって倒せるんやろ。いや、確かにこれすごいよこれ。スタジオの角田さんどうでした剣道の迫力。いや、これだから面とか受けてみてほしいんだよ、はい、本当は。その面されてほしいのよ。そうなんですよ本当は。いや、それもあったんですけど。いや、それはもう尺的にね。いや、違う違う、実力的に。ビビってるだけだろ。尺的じゃないから。はい、まあ、安心してください。こっから多分すごい硬いが出てるよ。危ない。どうしたの。お楽しみにください。県大会のナンバーワンとナンバーツーがこの部活にはいるんですけど、そこで30秒一本勝負を見ていただきたいと思います。ということで集合お願いします。ありがとうございます。さっきの、ね、ああチャンピオンと。そうですね、じゃあこれすごいじゃん、ね、得意の技を聞かせていただいてもいいですか。はい、私の得意技は合い小手面です。あ、合い小手面どういった技なんですか。相手が小手を打ってきたところを上から小手面打つことです。あ、打ってきたら打ち返すみたいな。そうです。なるほど、みたいな。それに対しまして藤本さん、得意技を教えていただいてもいいですか。私は出小手が得意です。おお、どういった技なんですか。相手が面を送るときに、はい、
小手で合わせるっていう。あら、なるほど。もう相対するバトルだ。お互い仲ね、いやこれすごいよ、これすごい戦いが見れる。ナンバー2でございますからね。さあ、早速準備の方お願いします。いや楽しみだ。まず試合の前にですね、ウォーミングアップみたいなのがあるらしいんですよ、かかり稽古というのが。まずそちらから見ていただく。これかかり稽古もすごいんで、まずお楽しみください。かかり稽古準備できましたらお願いします。すごい。試合やる体力なくなっちゃうよ。いやありがとうございます。うわ、こちらが稽古ですから、試合前の。もうあの時点で僕がいたら粉々で。いや危ないところですよ。そうだな、そうだな。まあ、これでも真剣勝負なんでね、どうなるか分かりませんので、では皆さん準備ができましたらお願いします。勝ったの？今。皆さん集合お願いします。はい。最後何で勝ったの？はい、技ですか？うん。何で勝ったんですか？先生、先決め技は？出鼻面です。おお。なるほど。はい、聞いたけどわからなかった。すごい技が決まりましたということで。確かに。皆さんありがとうございました。いやありがとうございます。すごい試合を。三つ葉さんが。前半でありがとうございました。ということでね、キャプテンの三つ葉さん、はい、近畿大会がもうすぐということで、この意気込みの方を聞かせていただいてもいいですか。はい、団体戦も個人戦も優勝することです。はい、おいけるよこれは。いや、そして先ほどね、試合見してくれた橋本さんと藤本さんは、なんと8月にインターハイが控えているということなんですが、どういった試合にしたいかね、まず橋本さんからお伺いしてもいいですか。はい、私は高校最後の夏なので、はい、しっかり勇気と自信を持って試合に臨んでいきたいと思います。いや素晴らしい。いやもう楽しんでね、頑張ってきてね。はい、さあ藤本さんお願いします。インターハイでは6年間甲子園で学んできたことを出し切って、はい、自分の剣道を貫いて一試合一試合全力で戦いたいと思います。いや素晴らしい。いや楽しみですね。もう団体もね、もういや本当ね、本当皆さん大会頑張ってね、まあ、楽しんで頑張ってきてね。さあということでね、はい、甲子園学院の剣道部の方からお届けしました。皆さんありがとうございました。スタジオお願いします。はい、インターハイのお土産よろしく。いいね。いや近畿大会頑張ってほしいですよね。優勝だね。ちょっと早すぎて分からなかった。分からなかった。もう刀筋とか全く見えなかったよ。いやすごいわ。本当にね、やっぱそれだけの練習の成果現れていましたよね。来週は県立須磨東高校のダンス部をご紹介します。